うちの父はあの根っからのもう高校時代から商売人やってましたから昔スーツっていうのはここにネームを入れたんですよ学生服もみんな僕らの年代で。で当時洋服を買うと僕があのいゆるバックヤードみたいなのね待ってるわけです日曜日とか。はいネーム入れてこいって言うと駆け足してネーム屋さんまで行っていくといくらをもらったかちょっと覚えてないんだけどもそこでお小遣いを。 毎日生産してもらうわけですよ。で、その時お金をもらうんだけれども、それは貯金なんです。で、父に対して貯金をして、で父はそれを一ヶ月の福利で計算をするわけですよで。お正月のお年玉も全部親父に預かってもらっう。それをどこで使うかというと、その夏休みバサッと使うわけですよ。 貯めるっていうことと使うっていうこととそ,のそれは結構面白いもんだなって置いておけばこれだけ無駄に使わなければなるもんだっていうことを教えてくる当時でいうとやっぱり伸縮の中では、えーまあ、比較的多くてでしたね当時100億越してましたんで。 今の中、えー、三越名古屋店と昔はオリエンタル中村百貨店っていうんですけどねそこへの販売で入りましてね会社内も、えー、今の6十を間に8人で泊まってる寝泊まりするそれしかなかったからねだから人のこうコミュニケーションの在り方っていうのはそこでいろんな勉強はなったなりましたね。 毎晩宴会したりなかったし楽しい思いがしてだからそう結構勤めてる時はそういう上下関係がより年代の幅高校大学って年代の幅が違う勤めててそこでは非常に年代の幅と奥行きが違ったっていうのはねあったかもしれないですね。